おはようございます。日本惣菜協会の久保田と申します。本日はデリカアドバイザーというですね、制度についてご案内させていただきます。お惣菜のですね、需要がですね、高まっている中、お惣菜を主に扱われている惣菜専門店であったりスーパーマーケット、百貨店のですね、お惣菜売り場等でのスタッフの方向けのですね、新しい資格制度としてスタートしております。こういったテキストがですね、受講いただきますと送られてきまして、バインダー形式になっておりますが、こちらの方をですね、お家の方で読んでいただいて、勉強していただくような制度でございます。添削問題が2つと、最後に卒業のですね、テスト問題が1個ついています。これを全てご自宅でやっていただいてですね、合格するとデリカアドバイザーという称号がね、与えられるという形になっております。デリカアドバイザー養成研修は、惣菜専門店やスーパーマーケット、百貨店などの惣菜売り場のスタッフの皆さんがですね、惣菜の調理や販売での注意点、また衛生や食品表示等の問題、食品法令の問題、バックヤードでのですね、作業工程などについてですね、基礎的な知識を通信教育で学んでいただく研修でございます。先ほど あのこのテキストをですね、読んでいただくと、そういった基礎的な知識が勉強いただくようになっております。合格された方は、ご希望に応じまして、こちらのデリカアドバイザーのマークの入ったですね、店頭表示の方も行えるように進めておりますので、ぜひご検討ください。なお本日から3日間スーパーマーケットトレードショーの方でブースを展示しております。中でですね、デリカアドバイザーの中身について、クイズ問題等もやっておりますので、ぜひお越しください。よろしくお願いいたします。